皆さんこんにちは。レクセン認講師メニシの佐藤です。今日は2020年度のメニシ試験合格者対談ということで、一発合格者という、ね、ところでお話を聞いていきたいと思っております。で今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でいくつか、ね、ちょっと話を聞こうかなと思うんですけども、まずね、なぜいろんな資格ある中でメニシという資格を取ろうと思ったのかなってところからちょっと聞きたいんだけども、なぜですかね。はい、そうですね、私がですね今、はい、製薬企業で研究に従事してるんですけども、うん、やはり研究をうまく昇華させるときにやっぱ知的財産の知識って非常に重要だというふうに痛感してまして、うん、まあ、そういうところからやはりしっかり知的財産について勉強したいなと思ったのがやっぱり一つきっかけですね。あとはもう一つやっぱり大きいのが、自身のキャリア形成を考えたときに、その形成における選択肢の幅が非常に広がるなという考えがあったので、まあ、そういう観点から資格の勉強を始めたというところです。ちょっと実務経験が前提としてあってっていうことでいいのかな。いや、実務というよりは、まあ、明細書を読んだりとか、まあ、自分自身の研究に対して、明細書をちょっと書くとか、まあ、その程度。ただやっぱり実務経験がある方々と比べるとかなり少ないかなと思って。となるとじゃあ通常の勉強という面ではやったことがないっていう前提でいいんでしょうか。そうですね、うん、やっぱり新規性進歩性だったりとか、うん、そういう言葉は知ってるんですけども、うん、実際に条文を読んだことがあるわけではなかったりとか、うん、そのレベルですね。意匠商標とかも全くわからないということは、じゃあそうですね、じゃあ全くじゃあお勉強というかまあ、試験勉強をやったことは全然なかったということですね。そうですね、法律に関する勉強というのは、うん、はい、ほとんどなかった。そうですね。と、まあ、将来的にはそういうのを生かしてってこともあるだろうし、さらにまた仕事を深くやりたいってこともあったんで、はい、一応メニシを目指そうっていう一応きっかけになったっていうことですよね。はい、そうですね、はい、うん、でじゃあ、まあ、これ受けるにあたって多分予備校ってレック以外もたくさんあるだろうし、まあ、他の予備他校もあるかと思うんですけども、なぜレックをこう選んだんでしょう。はい、そうですね、やはり合格実績、高い合格実績を有しているというのは非常に私としては魅力に感じました。はいはい、でやっぱり合格実績があるというのはインプットの質がやっぱりすごくいいんじゃないかなという思いがあって、うん、やはり合格するというのがアウトプットの一つだと思うんですけども、うん、そういうアウトプットをしっかり出すにはやっぱりインプットが非常に重要だなという思いが自分にはあって、うん、まあ、そういう観点から合格実績の高いレックを選択させていただいたというところが一つですね。あとは、まあ、レックというところを選択させていただいた後もですね、うん、はい、ガイダンスをレックではいっぱい開催されていたりとか、あとはお試し受講の制度があって、まあ、いろんな先生方の講義を受講できると思うんですけども、うん、まあ、そういうところを活用する中で、まあ、佐藤先生のガイダンスに参加したりとか、まあ、お試し受講を利用してですね、まあ、先生の講義を受けたいなというふうな思いが出たので、まあ、そういうところからもレックを選択した決め手にはなって。なるほどね。いろんな、じゃあそれを見ながらこう、まあ、決めていったっていうのが、あれなんですね。ということはそのお試し受けたりとか、あるいはそのなんだろうな、ガイダンスを聞いたりとかっていうところで、はい、相性があったということを。そうですね、はい、もしかしてね、その考え方だったりっていうのが、はい、まあ、佐藤先生は、はい、私は合ってるのかなと、はい、個人的には思ったので、うん、選択として。で、いつからこう勉強っていうのはその受講の映像を撮ったんでしょう。多分秋の講座でしょう。そうですね、秋の講座で、はい、ガイダンス自体に参加させていただいたのが8月の中旬から末ぐらいでして、はい、で申し込んだのがそうですね9月の頭、8月の末か9月の頭だと思うんですが、うん、そこからそうですね、資料が届いてから勉強を始めたっていう形なので、多分実質そういう要は授業とかを見出したのは映像のとかですね、うん、9月の半ばぐらいからかなぐらいからですか。はい、と普通のなんだろうな、普通のレクの場合って春から始まってのが、まあ、まずあって、秋からやるとなるとほぼなんだろう、担当を受けましょうっていう前提の、まあ、コースになるんですよね。じゃないとも基本的に論文は難しいっていう前提があるので、正直言うと僕も秋から受講されて1回で受かったという方は知らないっていうか、教えた中でもいないんですね、正直言うと。僕24年ぐらいやってるのかな。で春からって人いるんですよ、いくらでもね、いるんだけども、秋からってことになるとなかなかやっぱいなくってね、そこは多分なんだろう、1年合格っていうよりも超多分一番短期の合格者ってことになるかと思うんですね、そういう面でもね。僕も多分知らないんですよ、その短期で受かった
ていうところ、多分これ聞きたい人はなぜこう短期でまず受かったのかっていう前提と、あとはあの担当の点ですよね。で担当はどのくらい取れて、どんな勉強をやっていって、そしてそれから見て論文と一体どういうことをやっていってって、多分それを知りたいのかなっていう気はするんだけど、ちょっとそれは後で各論で聞くとして、まずね、あのなぜ僕の講座を取ろうと思ったんでしょう。いろんな先生いらっしゃったでしょ。そうですね、具体的には言えないですけど、やっぱり感覚、話を聞いてて、話がすんなり入ってくるっていうのは、一つ大きかったですね。っていうのも、実際先生のお話って非常に論理立ててお話しされるので、私としては非常に入ってきやすかった、もちろん他の先生もそうだと思うんですけど、その論理展開の仕方なんかが私に合ってたのかなっていうのが一つと、あとはガイダンスなんか、他にも参加させていただいて、あの先生に質問した時に非常にしっかり答えていただけたりとか、あとはですね、あのかなり現実的な話をされるなと私は思ってて、あ、現実的どんな意味で現実的なんですか。そうですね、例えば、サービストークをあまりしない先生だなと思って、だから本当にいや、ここまでやんないといけないよって先生が言ったことをしっかりやれば、かなり現実的にお話しされるから、そこまでちゃんときちっとあの勉強できれば受かるのかなっていう印象を私は強く受けまして、そういうところで選択したっていうことは、確かに僕はサービスとかは基本的にしないんだけども、それでもしあの合わないと結果的に、いや違うじゃないってなっても嫌なので、そんなに簡単にやっぱ受かる資格ではないと思ってるんで、中にはいるけど、だけどやっぱ少数でしょ、ほとんどは数年かけて受かるので、そんなに簡単に受かりますよとはやっぱ言えないんだよね、そんなに簡単にはね。でそれはそうなんだけども、論理的だっていうんだけど、どういう意味で論理的なんだろう。そうですね、なんですか、他の先生の授業そこまで受けてないので、先生がの特徴的な話かどうかは分からないんですが、やはり講師歴が長いっていうところもあると思うんですけども、かなり歴史的あの経緯から話されてるので、あの何ですかね、その話を聞いて論理がおかしいんじゃないかと思うようなことがないというか、その結構あの 青本だけの記載だけ見ても私結構わからないことが多々あって、やはり青本ってやっぱり書籍なので決められた文字数の中で、あのそうですね、内容を記載しないといけないというところがあると思うんですけども、結構そういうところ青本でわからないところでも、先生が説明されてたところを聞くとはすんなり入ってくるっていうことが結構あって、やっぱりそれはあの昔の方がこうであって、でこういう問題点があったからこういう方に改正されていったんだよっていう説明は私としてはすごいあの非常にすんなり入ってきたなというところがあります。なるほどね、これ2つあるよね。それをやると良くないっていう人もいる一方で、いいっていう人もいるんだよね。だって、試験としては何だろうな、今やってる施行されている法律に基づいて出てくるから、それを叩き込んでしまって暗記した方が早いっていう指導の仕方もある一方で、いやそうではない、僕はどっちかというとそうではないと思ってるん で特に産業財産権で変わるでしょう。で変わるってことは多分問題があって変わってるっていう前提があるんで喋ることにしているんだけど、でも本って読みにくいでしょ、すごく。そうですね、実際自分で PDF でダウンロードして見たりはしたんですが、基本的にはダウンロードして止まりで、先生の講義で理解するっていうのがほとんどでしたね、実際のところ。あれを読んで受かるっていうのはよく受験生に書いてあるんだけど、それは僕らの時代の話かなっていう気はするのね。それも僕らの時代というのはいわゆる5年も6年もかかった人がやっていた勉強の仕方の仕方で、多分そんなに早く受かる人が読んでる時間は多分僕はないと思うのね。で本当に材料を熟読して受かるかというと、ゼロではないと思うんだけど、すごい時間かかると思うのね、正直言ってね。あれはね、だからいい面も悪い面も本当にやっぱあるのかなって、予備校はそれがちゃんとその辺が省略されていてメリットは高いのかなっていうのは、昔の試験を受けた人の実感なんだけど、そんな実感を受けたのかな。そうですね、やっぱり先ほども言ったんですけど、必要なインプットを必要な量を与えてくれたっていうのは、実際先生の講座を受けて満足してるって言ったんですけど、基本的な基礎知識はやっぱりしっかりインプットしてくださったので、それが多すぎずもないですし、少なすぎるっていうことも全くなかったです。僕の場合多いってよく言われるんだけどそう多くはなかったっていうことですね。そうですね、やっぱり理解するためにはやっぱりそれなりに深いところから、
聞かないと、分からない、うん、というか腹落ちしない 私の性分かもしれないんですけども、うんうん、まあ、そういうところで私としては十分しっかり、より説明しすぎであるなっていうふうに思ったことは全くなかったですね。それは良かったです。で、多分講座の中でやっていたのってその秋のコースだと、まずエッセンシャルというのはまずあって、まあ、入門講座の少し簡単版というか短い版だよね、これがあって、それが終わった後に今度は担当コンプリートという、まあ、入門講座に近いやつなんだけどちょっとまた違うやつを、担当系のやつを少しやって、それから担当の、まあ、築城的なやつをやるっていうことで、まあ3月ぐらいまで終わってしまったと思うんだけども、どうまず使ったのかな。まずエッセンシャルが一番最初にあったわけでしょ、はい、あれはもう生ではなくって、はい、まあ収録したものについてずっとこう見ていくっていう使い方じゃないですか、はいはい、あれはどう使ったんだろう。まずそうですね、うん、まあ、私は先ほど申し上げたように、うん、まあ、その法律に関してはもうど素人ではあったので、はい、やっぱり最初に感覚を使おうと思って、はい、まずは資料が届いてからすぐ、はい、全て受講するっていうことはしました、はい、であとはこれ先生がガイダンスなんかでも非常によくおっしゃってたんですけど、耳で学ぶことも重要だと、うん、遊びの時間も必要で通勤時間なんかにずっと耳で先生の講義を聞くといいっていう話を聞いてて、うん、まあ、これは全コースっていうか、そうですね、先ほど言ったエッセンシャルからコンプリートコースか築城の話もそうなんですけども、うん、全て最初早めに全て講義を見てしまって、あとはずっと延々耳で聞くっていうことをやってましたね、うん、なるほどね。そうですね、耳で聞くのは僕もいいと思うんだよな、ね、で、ちなみに通勤時間それを使っていったってことですかね。そうですね、はい、どのくらい通勤時間ってあるのかな。通勤時間がだいたい1時間ぐらいですね、うん、ドアトゥードアで1時間ぐらいで、じゃあそこそこあるんだね。そうですね、うん、はい、だから毎日先生の音声を、うん、大体 1.5 倍から2倍速ではずっと聞いて、2倍いけんの。2倍は自分でも聞くこともあるけど、自分は分かるけど 1.5 倍から 1.6 倍までかなって普通の人だと思うんだけど、僕喋るの早いので結構ねかなと思うんだけど、2倍でいけるんだったらすごいなって個人的に思っちゃうんだけど、まあそうそう、結構ね早く終わる、一回り繰り返しまた繰り返しってことができるんで、音に行くのって僕はすごくどの資格も有用だと思ってるんだね、はい、それはそれでいいのかなって思うんだけども、あとじゃあそのエッセンシャルが終わった後に今度は担当あれコンプリートっていうのかな、今の通常の入門講座に近いやつをやるんだけど、僕のクラスだけちょっと違うレジュメで使ってやるでしょ、はい、レックで配ってるやつじゃないのを使ってやるんだけども、あれはどんな感じに見えました。そうですね、はい、どんな感じかというとかなり詳しい、格論に入ってきたなっていう印象は受けてまして、うん、私としてはあの講義を聞くのは非常に楽しかったですね。あの講義、はい、うん、なんて言ったらいいですかね、で特にやっぱり築城解説の講座は特に担当寄りにやっぱり作ってあるところもあると思ってて、で先ほど言ったコンプリートのコースに関しては、うん、私としては論文でも使えるような知識をしっかり叩き込んでくれたかなと思ってまして、条文がこうでこうだよっていう話だけじゃなくて、うん、こういう背景でこういう条文が作られてて、うん、っていうのをより築城解説よりも深く最初の段階で叩き込んでいただいたので、うん、その法律ってこういうものなんだなっていうとか、うん、こういうふうに設定されてるんだなっていうのが、うん、なんとなく、まあ、まだ初心者だったのになんとなくレベルであったと思うんですけども、うん、身につけてたのっていうところで、法の勉強の楽しさっていうのが結構分かった授業だったなと思います、ね、うん、あれは割とどちらかというと、なんだろうな、担当の問題見れてるんだけど、どちらかというと、まあ、入門講座と同じ単元に続いていろんなことを語っているので、論文にもこういうふうに出てくるんだよって話も一応しているつもりではいるんだよね。でそれだとは思うんだけども、あれをじゃあ一回回して、で担当の問題集っていつぐらいから始めたんだろう。そうですね、うん、その担当コンプリートの入門講座が始まってからはその単元について、うんうん、学んだ単元についてはなるべく早く過去問に取り組もうと思ってスタートしてたところはありますね、うん、とその講座が終わりながらその単元について、はい、まあ
レクネスだと思うんだけど、単元別の、まあ、年代別だな、はい、単元別の問題集ってありますよね。あれをじゃあやってたっていう感じなのかな。そうですね、はい、すぐ解けたのかな。いや実際ほとんど全く、うん、あの解ける部分もありますし、うん、解けない部分があるっていうのは正直なところですね。だからそういう意味で、こういう問題が出るんだなっていうのを早めに理解できたっていうのは良かったところだと思ってますし、解けたところは、やっぱりその授業の内容の落とし込みにもなりますし、解けないところに関しては、やっぱりまだ自分が至らないところとか、もっとこういうことを学んでいく必要があるんだっていうのが、あの分かったので、まあ、そういう意味では自分の状況を把握する意味ではすごい良かったなと思ってます、そう解けない問題っていうのは多分おそらくその制度だけじゃなくって、いくつかのこう制度がぐちゃっと一緒になっていて、でなかなかあのその制度だけでは解けないっていう問題かな。そうですね、はい、だから例えば、最初 の, あの何ですか、ね、コンプリートの入門講座では全ての条文をやる、わけではなくて、必要あの一番重要な条文をピックアップして多分解説されていると思うので、まあ、その条文に関する問題は解けるんですけども、そうじゃない あの条文に関する足に関してはやっぱりだからまだまだ解けない部分は多々あったなっていう、そうだよね、はい、まあ、1回目はそれで回して、はい、でとりあえずそうすると9月から始めて講座をずっとそれをやりながらやっていって、で担当の問題も解きました、はい、で担当の問題について10年分ぐらい1回回したのかな。どのくらいの時期にこう回したんだろう。そうですね、どのぐらいかというとしっかり覚えてはないんですが、4法に関しては、とりあえず年内か年明けすぐぐらいに1回回した気もします。そうですね、やっぱそのくらいやってないと無理なんだよね。年内中に少なくても4法やってないと多分ダメっていうか、1回回して、1回回すとその後って結構早いでしょ、とりあえず。そうですね、はい、あとはその、どんどん授業が進んでいくので、例えば2回目を解くときって、次もあの何ですか、築城のアドバンスを使った、あの授業もすでに受けてるので、今まで分からなかった問題が結構すんなり分かってきたりして、そういうところで、あのあやっと分かって、より分かってきたなっていうところで楽しみというか嬉しさがあったっていうのはよく覚えてますね。勉強スパイラルだからね、パッてこう分からなくて、こういう螺旋状にこう分かっていって、最後こう形になりますよっていうのか、あるいはこことこれがつながっていってこうなりますよっていうことに多分なるんだと思うんだけど、多分そこに行く前に、やめちゃおうかなって人が結構多いんだよね、試験ね。だから本当は早くそのね、あの回して1回もらうとすごくいいのかなっていう感じはするんだけど、それがねできるかどうかっていうところなのかもしれないですね。でそれでとりあえず入門系のそのなんだろうな、まあよく普通言ってる入門講座みたいなのが終わった後に、今度やるのが、まあ、築城を使っての、はい、いわゆるアドバンス、はい、あれを使っての、講座になっていくんだけども、あれ結構大変ではないですか。あのかなりなんだろうな、これだってここのそのアドバンスを使った講座って敷居が高く感じるんだけど、どうなんだろう。それも相続から入るでしょ最初に。そうですね、そう、例えばどうなんだろう、相続やっぱ難しくないですか最初。そうですね、相続は非常に、あの難しかったですね、はい。まあ、ただ先生はやはりあのもともと民法なんかもすごい勉強されているので、まあ、そういう背景一般法から説明してくださるので、そういう意味ではあのとっつきにくい、難しかったんですけども、とっつきにくいってことは特になかったかなと思ってます、ね、それはですね、相続はやっぱ苦手っていう人がいるけど、あれってちゃんと分かると満点絶対取れるとこの単元なのね、相続のところってね。でそれ分からないで暗記だときついのかなって個人的にやっぱ相続とか思っちゃったりするんだよね、そこなんだろうね多分ね。でじゃあそれも講座を聞きながらずっと過去も繰り返していったっていう、そうですね、形になるのかな、あとは先生が私は合格ナビゲートゼミを取ってて、問答形式のゼミみたいな形をやってて、まあ、そういうところで先生がいろんな条文のつながりを説明してくださるので、まあ、それもあのなんていうんですかね、あの受講が終わった後はウェブ上にアップされるので、まあ、それに関しては通勤時間に延々聞いて法のつながりを復習したりとか、まあ、そういうことはよくやってました、ね、つながりね、この条文とこれはこうなってこうなっててずっと当ててるやつですね、多分ね、それを答えるっていうゼミですよね、それをやっていたってことですよね。でじゃあ勉強していって
だから9月から始めて実際上、あれが終わったのはもう4月の頭か3月の末に多分終わってると思うんだよね、はいはい、と大体6ヶ月間ぐらいかな。そうですね、あの、はい、いわゆるその講座やっていたのは6ヶ月間ぐらいなんだけども、はい、そんなもんだよね。と、その中で、まあ、でもどうなんだろうね、モチベーションの維持とかスランプの克服って6ヶ月でスランプもあるのかよくわからないんだけど、何年もやってればねスランプってあったりするんだけど、どうなんだろう、このままこう上がっていっていっちゃったという感じなのかな、これがあってこうあってこういったっていうイメージじゃないでしょう。モチベーションっていう観点で言えば、うんうん、あの常に私としては高く維持できてやれたかなとは思ってますね、うんうん、はい、で特にじゃあどう気をつけてたかというのは一つあって、やっぱり、うん、あの講座を受けた後にわからない、うんところを残さないっていうのは非常に、うん、あの意識してやってましたね。やっぱりあの勉強しててモチベーションが下がるのってやっぱ分からないがどんどん積み重なってしまって、うん、でも全然分からないってなってしまうと、うん、もう勉強するのもやっぱり非常に大変になってしまうので、うん、はい、そういう意味で、で私の場合は先生に質問させていただいたりとか、うん、あとはまあ、コロナ感染症でなかなか出席できない時には教えてチューターをウェブ上で利用して質問すると先生が丁寧にお答えくださったので、はい、まあ、そういうところであのなるべくわからないところを残さないっていうのは意識してやってましたね、うんうん、はい、そういう重要なんだね、わからないところをちゃんと解消して勉強するっていうのは、まあ、どの受験もそうだよね、大学受験もそうだし、おそらく国家試験もそうだし、それは多分重なっちゃうと、まあ、結果的にはダメだったってことになっちゃうんだろうね、そこはね。で、3月の末に終わるじゃないですか、はい、で終わって、まあ、今回担当式試験は少しずれちゃったんだけども、はい、その間でそのまあ9月だっけ今回ねあった試験はね、はい、それまでの間にどんな勉強ずっと担当まずやってたんだろう。はい、そうですね、担当に関して言えば、うん、まあ、一番やっぱり重要な教材は過去問だと思ってたので、うん、過去問をメインで行って、うん、で過去問の基本10年分ですね、特に4法が中心なんですが、うん、はい、まあ、1周回した後に、うん、その後アドバンスを全部読むっていうことをやってましたね、4法に関しては特に。それは例えば、過去問10年分何回ぐらい回したんですか。過去問10年分を解いてアドバンスを読むっていうのを1セットとした時に、うんうん、ちょっと具体的な回数は分からないんですが、うん、あの4、5回ぐらい回したんじゃないかなと。4、5回ね、この時期にね、そのくらいやっぱやらないと受からないんだよね、うん、昔貸してたもんね、最大限10年分は10回やると、でそのくらいやると50点はいくと、だけどそこまでいかないんだね。で半年でそのくらいやるとしたらやっぱ 4回から5回、それも相当すごいと思うんだよね。でおそらくそこまで通常の人はいかない、いかないから多分点数が多分取れないんじゃないかなっていう気がしちゃってね、やっぱ繰り返すことなんだよね。そうですね、うん、やっぱりあの範囲も広いので、うん、どうしても忘れてしまうっていうところがあって、うん、あとはそうですね、先ほども先生おっしゃってたのが、やっぱり法律もどんどんつながっていく、はい、片方の条文だけで存在しているわけではなくて、やっぱりそういうつながりを意識したときに、うん、やっぱり1個忘れてしまうと、うん、あのなだれ式にやっぱり分かんなくなってきたりっていうところもあるので、うん、はい、やっぱり知識を自分のものに浸透させるっていう意味ではやっぱりずっと繰り返すっていうところが重要でしたし、繰り返すごとにやっぱりあの条文間のつながりとかが見えてきたりもするので、うん、あ、やっぱ特にそうですね、4本のつながりとかもそうだと思うんですけど、うん、やっぱ特許法がこうだから衣装もこうなってるとか、うん、いや横のつながりなんかもやっぱりあの何回か繰り返していくと、まあ、おぼろげにではあるんですけども、うん、やっぱり見えてくるので、そういう意味ではやっぱり繰り返すことは非常に重要だなと思いました、ね、それが半年気づくのね、それはすごいなと思うんだけど、それは何年もやってる人が気づくっていうのはよくあるんだけども、まあ、僕は3年とか4年やった時に初めて気づいたんだけども、それをもう半年ぐらいでパッと気づいたのね、まあ、結構先生がそういうふうに特におっしゃってたのと、まあ、授業がやっぱりそういう形だったので、うん、はい、そういうところは非常に大きかったかなと私としては思っているんですけども、うん、で、クイズは具体的に何点ぐらい取れたのかしら。実際は、うん、確か48点だった、ね、48、はい、っていうと旧試験と同じボーダーのね、8割は相当上の点数なので、やっぱこのぐらい取らないとダメなんだろうな。8割多分取れるんだったら多分問題みたいな中身が大体わかるんじゃない、何を聞いていてどうなっていてっていうのはもう読めるんじゃないのかな、8割取れると。
そうですね、まあ、ちょっと自分がどこまでできてたかどうかっていうのは分からないんですが、回答スピードはそれなりに速かったんじゃないかなとは思ってますね。だから見た瞬間に大体どこを聞かれているのかなっていうのは、まあ、実際あの全てを検証したわけではないんですけども、あれと理解できてたのかもしれないなとは今思って、回答スピードがやっぱ速いんだ。そうですね、どのぐらい、ちょっと早いかどうかは分からないですけど、3時間、あれ担当って3時間半ですよね、大体1時間半ぐらい、2時間1時間半2時間かからないでは時計終わってたかなと思うんですけど、そのくらいじゃないとダメなんだよね、自分の時は3時間だけど1時間ちょいだったな、あの50問全部やってもそのくらいで解けないと多分8割はいかないんだよね。そこは一つの決め手なんだろうね。それぐらい理解してるかどうかっていうところが多分ポイントで、多分それも論文には影響してくるんだろうね、おそらく。それは多分できないので、何聞いてんのかなっていうところに時間かかっちゃうから、多分解けない、担当も解けない、切れない、あるいは論文も多分スタートが書けないってことも多分なるのかなって気はするんだけど、やっぱ早いんだ回答時間がね。そうですね、まあ、他の方がどのぐらいのスピードかは分からない。いや、2時間早いんじゃない、はい、多分解けるんだったら。本番の試験で、本番でも2時間だったんでしょ。本番もそうですね、はい、2時間前後で解けるんでしょ。2時間前後ぐらいでは解き終わってたとは思いますね。そう、これがポイントよね、多分ね。おそらく過去問終わったってのはこのレベルを言うのよね。終わってとりあえずやったんじゃなくって、そのくらいの回答スピードがやっぱないと、おそらく終わったって言っちゃいけないんだろうね、おそらく。でそうすれば多分論文も形が多分見えてくると思うんだよね。それ多分ないとダメなんだと思うんだよね。ずっとやっても受からない人はそこが要因になってくるのかもしれないね。話聞いてみるとね、その回答スピードが速いのは、自分の時と似てるけど、まあそこまで速い人ってやっぱすごいんだなと思う。2時間で2時間内で解くってなかなかやっぱ解けないので、今の卓越の問題ね、そんなに簡単ではないので、でそこで一応48を取ったじゃないですか。その前までほとんどじゃ担当中心の多分勉強だったのかな。そうですね、試験が延期する前までは、もう全て担当をの勉強をしてましたね。でただ試験の延期が決まった段階で、ちょっと論文にも今回挑戦、要はかなり力を入れてもいいかなと思って、でその時に佐藤先生に電話で相談させていただいて、じゃあこういう勉強法がいいよっていうふうに指導いただいたので、それを実践したっていうところはあるのでありますね、でただ論文やっぱり担当に受からないとどうしようもないっていうところはあったので、論文に関しては、どのぐらいですかね、基本的には週1ぐらいで勉強して、それ以外は担当受けの勉強してたって感じですね。ということでほぼ論文やってないに等しいんだね。やってないというとちょっと、語弊があるのかもしれないですが、少なくともインプットはせず、アウトプットには力は入れたっていうところです、じゃあ討論とか受けた。そうですね、討論受けて、じゃあインプットあまり受けてやってないってことね。そうですね、論文用のインプット講座は、論文はそうだよな、入ってるんだったら。いやこれは言っていいのかどうか分かんないけど、インプットを何をやるのかっていうと、もうないのかなという。あとまとめたものを覚える、であとはそのアウトプットの量を増やすってことだと思うんだけど、ただそんなにでも回数できないでしょ、週1回だと。そんなに論文専科の人って毎日毎日やってるわけよね、毎週やってるわけよね。だけどその決まった時間っていうのはその3ヶ月間ぐらいしかなかったのかな、論文 の、 そうです、ね、そのアウトプットしての週1回でしょ、それも、ただ4月で終わって5、6、7、8、結構それなりにあったので、4ヶ月間ぐらい、週1回やっても週1回、それなりに、そうですね。あとは担当が受かった後はかなり必死に勉強しましたね、そういう意味では、そうね、担当はでも担当が受かったのが分かったのって、10月11月ぐらいになるのかな、今年の試験だと。昨年か、今年ちょっとイレギュラーだったんで忘れちゃったんだけど、でもそんなにでも期間10月ぐらいかな。そう、でもそんな期間ないよね。そうですね、終わった後9月に試験が終わって1ヶ月、1ヶ月半後ぐらい論文試験ってなる。そうだよね、ということは週一遍しかそのアウトプットをせず、インプットは全然論文せず、それでも受かるっていう一番の秘訣は何なのかな。そうですね、今先生もおっしゃってたとは思うんですが、やっぱり担当の知識
を元に論文を解くっていうところはやっぱり、うん、もちろん趣旨問題とか少し違うところはあるとは思うんですけども、うん、少なくとも事例問題に関して言えば、うん、担当のインプットを、うん、担当で得た知識をいかにアウトプットするかっていう話なので、うん、そういう意味では知識をしっかり自分の中で持っておくっていうのは一番重要かなと思ってますね、はい、そうだね。であとじゃあどうなんだろう、アウトプットで一番気をつけた点で、まあ、書き方っていうのは知らない、基本的に知らないわけでしょ。指導は僕のところでは何だろうな、あれは担当専科だったんで論文はこう書くんだよっていうことは教えたことがないんだよね。基本的には知識はこうですよっていうのはあったと思うんだけども、そうすると、論文で最低限こう書いてこうやった、一番気をつけたっていう点は一体何なんでしょう。一番気をつけた点というか、うん、まあ、まずどうやって書き方を身につけたかというと、うん、やっぱりそういうのって統連とかゼミを利用しないとちょっと難しいかなと正直思います、うんうん、っていうのもやっぱり過去問だけ見てもどこの記載で点数がつくかっていうのはやっぱ分からないんですね、そのインプットができても、うんうん、で、まあ、私の場合もまず一番最初に統連を受けた方がいいって言われて、大体問題を見てどういうことを書けばいいんだろうなとか、うん、結論はこうなるんだろうなっていうのはおぼろげに分かるんですけども、うん、じゃあそれをどう文章として表現するかどうかっていうのはやっぱり分かんなくて、うん、で実際に答練を受けて、うん、回答返ってくると、うん、大体まあ、いっぱい悲惨な点数が書いてあるんですが、まあ、そこで大体回答なんでここに何点つけますよっていう採点表みたいなのがあって、うん、まあ、そういうのを見るとやっぱりこういう記載をしないといけないんだなとか、うん、まあ、例えばまあ、いろいろ意見もあるかもしれないですが、例えば侵害の話を書くときには侵害のまず定義を書きましょう、うん、で当てはめをして、うん、で侵害の場合も間接侵害だったら直接侵害に当たるか当たらないか書いて間接侵害に書きなさいとか、うん、まあ、そういうある程度の型はあって、うん、あこういうところに配点があるんだなって分かると、うん、こういうふうに記載しないといけないっていうのが、うん、おぼろげには分かってくるので、うん、まあ、そういうところを考えたっていうのは一つですね、うん、であとやっぱり担当に受かる知識がある方、うん、まあ、みんな論文を受ける方ってそういう方だと思うんですけども、うん、で論文の試験って何の試験かって私考えるとやっぱスピードの試験だと思ってて、うん、はい、極論しっかり知識がある方だったら、うん、例えば論文の問題、まあ、趣旨問題、特殊な趣旨問題は違うとは思うんですけども、うんうん、例えばこの問題を渡されて1日あげるから答案書いてきてって言われたら、うん、多分皆さん合格点取れるようなもの、うん、それなりのやっぱりしっかりした担当管理の知識があってやっぱ出てくると思うんですけど、うん、やっぱりそれを決められた短い時間の中でいかに間違えずにきっちりアウトプットするかっていう試験だと私は思ってるので、うん、一番気をつけたのは特にスピードを本番の試験でも書き終わらないとか、うんうん、考えが混乱してしまって間違える方向に行かないというように、うん、なるべく早く論理構成、要は答案構成を作ったりとかっていうのに主眼を置いて勉強はしました、ね、うん、と大体その、まあ、特許だと60分2つだよね、はいはい、であるんだけども、そうすると構成が大体どのぐらいかけるんだろう。そうですね、はい、うん、私最初30分ぐらいかけてたんですけど、うん、1つに対してもうそれだと全然間に合わないなと思って、うんうんうん、基本目指すところは15分で、まあ、うん、ちょっとわからない問題でも20分、うん、で少なくともその20分までに、うん、点数がある程度取れるようなもの、うん、もうわからないものは飛ばして書くとかもそうだと思うんですけども、うん、それなりのものが求められるように20分以内にできるような訓練っていうのは非常に特に担当を受かった後は毎日やってましたね。これは重要だよね。やっぱ早く、まあ、担当もそうだけども論文のその構成、論文の構成がやっぱできてないと、まあ、いくら、ね、ちゃんと書いたとしたって、まあ、もちろんいろいろあるけど回答例って言われてくるものは何日もかけて考えてるわけでしょ。通り書けるわけではもちろんないのね。全部当ても含めて書くなんてできないし、20分でその構成ができてそれを一気に書くっていう訓練ができてるかどうかって大きいんだよね、そこね。そうですね、うん、はい、特に意匠書評はそれなりに時間がやっぱりあるので、うん、そこまで苦労はしなかったんですが、うん、やっぱり特許に関して言えば、うん、やっぱりそういう訓練を特に今年の問題って問題数が非常に多かったので、うん、まあ、そういう訓練をしてたっていうところは、うん、まあ、合格するための努力として、うん、まあ、一つ私としては良かったかなとは思っています。短い時間で言えば今だから
ライティングよりもどっちかというと、いかに早く読むか、リーディング、それ結構重要なのね。特許と自由視点はね、まず読めないことには書けないから、いかに早く何をこれ聞いてるかって読むっていう時間が15分から20分でやっぱ続けない人はなかなか受かりがたいっていうことだろうね、今の試験ね。どっちかというとね、そういう勉強が多かったってことね。それはでも、これから受ける人にとっては重要じゃないかなと思うんだよね。早くこう答案構成をするとか、何分かけてもやってていいなんていうわけではもちろんないので、それで一応合格点を取るっていうことだよね、必要なことはね。そっちはすごく重要かなって思うんだけどね、ここはね。でそうすると、じゃあ、2020年度というか令和2年の最後ね、決め手になったことって一番何だったと思います？そうですね、まあ一つはやっぱり家族の協力は大きかったかなと思うんですね、はい、やっぱり土日のどっちかは少なくとも潰して勉強する中で、はい、そういうとやっぱり家族の協力なしには成し遂げなかったかなとは思うのと、あとはそうですね、先生のアドバイスを自分的には素直に聞いてたなと思いますね。はい、やっぱり予備校で勉強してる理由の一つって、やっぱりそういう指導、卓越された指導能力がある方から学ぶことだと思ってて、だからやっぱりそういう方のアドバイスっていうのは、持ちや持ちやっていう、やっぱり私は耳を傾けるべきなんじゃないかなと思ってて、でかつ、私は自身の先生を選択するときに感覚が一番合うような先生を選んでたので、そういう意味でもアドバイスが結構入ってきやすかったですし、だから結構最近先生がツイッターやブログで配信されている内容をたまに拝見してみると、先生がおっしゃってたことをよくやってたなと思ったりしますね。はい、でだからなんかそうですね、だからそのやっぱり先生も無駄なことは多分語ってらっしゃるんだけど、必要なことを語ってらっしゃると思うので、そういう意味ではやっぱり横道にそれずに勉強したかなっていうのはちょっと思いますね。だから例えば担当論文的に解くとか、で実際にやっぱりそういう訓練をしてたから論文の時にそこまで戸惑わなかったですし、やっぱりおっしゃってることにはやっぱり意味が特にあったんだなと思うことは最近よく思ったりしますね。はい、ありがとうございます。でじゃあ最後の方になっちゃうと思うんだけども、これからね目指す方に、弁理士目指す方いらっしゃるでしょ、で、そういう方に対して何かメッセージってあるかな、こういうふうにやったら受かりやすいよとかあるでしょ、いろいろと。はい、そうですね、これ繰り返しずっと言ってるんですが、私の場合はやっぱ佐藤先生がすごい合ってたなっていうのはやっぱ思ってて、けど受験生の方全員が佐藤先生に会うとはもちろん全然私も思ってなくて、でやっぱり資格の勉強とかでいいっていう、自分が誰から学ぶかって選べるところもやっぱりあると思ってまして、私もその誰であっても意見を聞こうとは思ってなくて、やっぱりこの方が言ってる方の論理が非常に入ってきやすいから学ぶっていう、でそういうところでやっぱモチベーションも上がったりとか、質問した時にフラストレーションがたまらないとか、そういうこともやっぱりあると思ってて、で他の合格体験記を見たりとか、何ですかね、一発合格者の対談の方の動画を見てもやっぱ先生と非常に合ってるなっていう方が多いような気がしてまして、やっぱり一番は、最初にも述べたんですけど、インプットをいかにうまくやるかっていうことがあって、だからやっぱり誰から学ぶかって非常に大きいような気が私はしてます。で、誰から学ぶかってやっぱり先ほど言ったように自分で選択できて、特に他の受験機関さんは分からないんですけども、レックであればお試し受講であったりとかガイダンスもあるので、そういうところを積極的に活用してですね、やっぱり自分に一番合う先生から学ぶっていうことが、モチベーション高くもできるし、合格に一番近づく方法なんではないかなと思うので、ちょっと初学者向けの方々の話になってしまうかもしれないんですけども、私はそれで非常にうまく波に乗れたっていうところはあるので、ぜひ自身に合う先生を見つけてもらうのが一番一ついいかなと思ってますね。はい、そうですね、レックはそれが一番大きいんだよね。タイプは全部いろんな先生、やっぱ違う先生がたくさん揃っていて、誰がいい悪いじゃなくてね、
合う先生を選んでもらって、で、まあ、もしダメなら別の先生またいらっしゃるわけでしょ、で選んでもらってっていうのが選択できるっていうのが一番この予備校の予備校というかレックのいいところで、多分他校にはそれはないのかもしれないね。それをうまく今皆さんも使っていただいて、あのレックの講座で弁理士を目指してどっちねいただければいいのかなって思うけど、どう弁理士受かって。そうですね、はい、うん、まあ嬉しい気持ちもありますし、うんうん、あの受かって分かったこともやっぱり一つあって、うん、一つはあの最近やっぱ合格祝賀会なんかがウェブで開催されてまして、うん、よくあの参加してるんですけども、うん、でそういうところでお話しされる先生って非常に多様で、あの優秀な先生の方々ってあの本当に多いなと思ってまして、はい、だから、うん、あのそれって特に私研究職だったので、弁理士にどういう先生がいらっしゃる方って、うん、あの全然あの、まあ、関わったことはあるんですけども、うん、その外の世界にどういう先生方がいらっしゃるかっていうの全然分からなかったので、まあ、そういう先生方とあのつながりを持てるとか、あとはそうですね、弁理士じゃないと得られない知識とかってやっぱりいっぱい、うん、あの見てみると研修も非常に充実しているような、うん、あの印象を私も受けてますし、そういうところにアクセスできるってやっぱり弁理士資格 の, あの大きなメリットの一つじゃないかなと思ってるので、まあそういう意味であのそういうチャンスであったりとかっていうのをいかに活用していくかっていうのを見つけるのはこれからの自分の目標の一つだなと思ってます、ね、うん、そうですね、そうですね、今言われたようにそういろんな先生がたくさんいらっしゃって、まあ、自分の教えとかももうね大先生になってる先生もいらっしゃるんで、もうあの多様だしから皆さん優秀なんで、すごくねあの自分もねあの学ぶことすごくたくさんそういう人たちがあるし、あの、まあ、もっともっと上の先生がものすごい先生がやっぱりいらっしゃるんで、なんだろう、で研修も本当にね、あの弁理士科の研修もすごく充実してるんで、新人研修も今でしょ、まあ、あるけど、それ以外の研修も、まあ、通常の研修もこういうのがあるんだなっていうのも結構あったりするんで、ぜひねこの業界の方に、これから受けようって方ね、ぜひ来ていただければね、あの嬉しいなっていう感じは個人的にはしてるんですけどもね、どんどんあの受験生が増えていただくっていうのがあの僕ら教えてる側としての、まあ、願望なんですけども、ぜひねそう一条あの貸してください、今後ね、はい、合格者っていうかもう同じ同業ってことになるので、あのまあ、ね、できればそういうことを今後やっていただければすごく嬉しいなっていうのは個人的な感想なんですけども、ぜひよろしくお願いします。で、じゃあ一応ねこれで最後になるんですけども、今日ね、来ていただいた、ね、方に、まあ、のくよお話を聞いていただいて、あのいろんなことを学んだと思うんですよね。特に回答時間すごく早くしなければいけないとか、あのすぐ、まあ、パッとね、まあ、特に時間かな、時間のとこ、まあ、問題を読んでいかに早く解けるかっていうところ、まあ、これは極めて重要だと思うのね、本試験の場合ではね。でそういうところも含めて、あのよく今日のね対談聞いていただいて、あの自分にとってこれプラスになるなっていうところを、ね、うまく取り入れて、来年度はぜひあの受かっていただければいいなと個人的に思っています。でこれからも頑張ってぜひ、ね、いただきたいと思っております、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。